今日はですね、はい、新幹線公演。さっきからパチパチとかパキとか音、駅があっちの方にあるんで。あ、ほんならそうやな、トン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 って言ってます、言ってる。どうも社長ですか。何が K による一人検証スタートです。子供の霊がいるんじゃないかと言ったらパキパキ言っておりますので、この子騒がしくなってきましたね。ちょっと怖くなってきましたよ。あーちゃんによる一人検証スタートです。何かお話しすることがあればこちらの方に問いかけてくれたら聞こえるんで、お疲れ様でした。え、ゴーストチャンネル、ゴーストチャンネルのゴースト社長です。ゴーストチャンネルのケイです。ゴーストチャンネルのあーちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、新幹線公園というところに来ております。はい、ここはですね、人の声が聞こえる、その声が近づいてくると、でまあなんか子どもの霊的なこともあるようなので、ね、それでは早速検証していきたいと思います。はい、それでは検証スタートです。はい、ということでですね、はい、早速見てまいりますか。はい、あの後ろの方にもう新幹線が見えておりますが、こちらの周りをね、はい、行ってみて、はい、声が聞こえるかどうかを聞いてみましょう。じゃあ、はい、さあ行きましょうか。行きましょう。はい、行こう。さっきから結構あちこちではね、パチパチとかパキとか音結構してますね。うん、新幹線本物なんですかね。ほんまも昔走ってたんでしょうね。これ小玉っぽいけど昔の新幹線。こっちはもうしかし大きい。うん、でっかいですね。この公園がやってる間はね、中に入れるみたいなんですよね。うん、2時から4時までは中に入れるそうなんで、ちょっと一回中の方撮ってみますか。これ受付と書いてます。ここから受付して中に入れるんですけどね。もしやったらね、入りたかったですね。まあ明るい時間に来んとね。奥の方にもなんかもう一台あるんでね。なんかトン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 って言ってますよ。言ってる。あ、電車の音やね。電車の音ってこんな時間やのに。この辺電車走ってたっけ。駅があっちの方にあるんで。あ、ほんならそうやな、ね。え、ゴーストチューブが喋った。トンネルって言ってた。トンネル、うん、電車でトンネルってなんか怖いですね。何電車を前にしてトンネルって、新幹線が喋ったのかな。トンネル、はい、でトンネルを通っててんでってことですね。そうでしょうね。新幹線の気持ちをゴーストチューブが捉えてた。トンネル好きやったんかな。あ、ん、どうも社長ですか。何がカタンって、うん、電車じゃないか。電車か、あ、倉庫かな。うん、まあ、倉庫で多分あっちにね電車が走ってる線路があるんで、あっちなんかな。あ、電車動いてる、動いてる、新幹線動いてる、うん、新幹線いてますね。うん、ここに、まあ、さっきの新幹線か。え、じゃあさっきのガタってはまた違う。違いますね。あ、だって近い音やもんね。社長の方から聞こえたんです。これはまた古い形の、うん、これはちょっと古い。まあ、でも好きな人は好きなんでしょうね、こういうのね。うん、こっちはね、なんか色がね、なんていうんですか、ブラウンなんでね、あんまり見えにくいですけどね。かっこいいですね。ちょっとこう照らしてもらっていいかな。誰も懐中電灯持ってない。あ、持ってます持ってます。はい、今ゴーストチューブは脳卒中って言ってた。この電車に乗ってるのかわかんないですね。もしかしたら昔の車掌さんなんですかね。じゃあもう一回向こうへ戻っていきましょうか。もし誰かいましたらゴーストチューブで反応してください。さっきから反応してるけどね。はい、伝えたいことがあれば。トンネルとか脳卒中言ってるんでね。もしね、特にいらっしゃるなら後ろの社長のもとへぜひ。全然来ていただいて結構なんで。ではちょっとここで、あ、ショーンくん、ショーンくん、しがみすぎやろ。どこ押すのかしら。あ、これですね、ショーンくんの頭どっついてもらったら。使い方知らない人が持ってるっていうね。いや、どこ頭どっついてもらったら。
へいっつってグタグタあ、これ色かなと思ったら緑かい。素晴らしい。君の名前は？あーちゃんです。ゲイです。全面カットもしかして声がするっていうのも倉庫の、そこの横にね、コンテナ倉庫があるんで、そこの従業員さんの話し声なのかもわかんないですね。心霊じゃなくてね、リアルに物理的な、人間のなすの技かも、物理現象かもわかんない。そう、もしかしたら遅くまでいてはる人がいてるかもしれないし、一応人は見てないんですけど、今回はですね、視聴者さんにも検証してもらおうかなと思っておりますので、後ほど検証よろしくお願いします。お願いします。で、君たちもやるからね。え、まあ言うてもやるんですけどね。やらないと帰れないんでね終われないんでね。うん、なんか動物かもね。なんか泳いでる、あれ鳥ですね。あ、鳥か、鳥おる？出ますね。なんかあそこ、ほら、魚か。魚やん。でかっ。でかっ。鳥みたいにでかい魚。でかい魚だ。うん、あそこなんか鳥みたいなでっかい魚だ。魚？え？あれ木？何あれ？いやいや、生き物。ユーマ？ユーマ。え？マジっすか？ユーマ見つけたったぜ。土の子？あ、お、お、お、言ってるってすごい。あ、あれは魚ですね。魚や、でかっ。うん、多分魚やね。こっちの音はこの子たちのナスワードでしょう。結構生き物いますね。ということでね、ここは今、ユーマを見つけたということで。ユーマ発見。はい、ということでですね、K による一人検証スタートです。よろしく。どうも。さようなら。はい。ということで、K による一人検証。ちょっと見にくいですが、電車です。はじめの方に映ってた。ちょ、バイク通る。近くに大通りもありますので、たまに車の音などが入りますが、気にしないでください。ということで、いつものモーストチューブ。わけがいれば喋れるというやつですね。持ってます。多分今これ電車の音ですね。どん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 聞こえますが、先ほどなんか多分夜中に作業中の電車が通ってたので、それだと思います。よくそれだと思いたい。ここの曰くに小さい子供の霊も目撃してるっていうのも襲っていましたね。多分あっちに川があるので魚かな。はい。で、近くに電車が好きな子供の霊が集まってくるのかなーなんて言ってた。ちょっとパキパキ言い始めましたか。子供の霊がいるんじゃないかと言ったらパキパキ言っておりますので、もしかしたらこの子騒がしくなってきましたね。ちょっと怖くなってきましたよ。え、びっくりするぐらいゴーストチューブ喋らないですね。私は嫌われているのです。え、今お近くに電車が好きな例の方いらっしゃいませんか。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。びっくりするぐらい何もないです撮れた動画の中でどうなってるかはまだ分かりませんが、そうですね、何か声が入っていることを祈りつつ、次あーちゃんの検証。そうですね、僕の時僕はちょっと嫌われているのか何もありませんでしたので、次はあーちゃんに頑張ってもらいたいと思います。頑張ってください。
はい、ということでね、はい、あーちゃん初めての出現賞がですね、なんとうん、タイムラプスで撮られてたということで、申し訳ございませんでした。ということでですね、はい、あーちゃん、もう一回出現賞よろしくお願いします。2回目だからもう大丈夫です。皆さん温かく応援してあげてください。僕の社長はトークに消えますので頑張ってください。ではあーちゃんに一人検証スタートです。2回目です。頑張ってください。今やっと一人検証取り終わってホッとしたと思ったら、社長がタイムラプスで失敗してもう一回やり直しなんですけど、その間にゴーストチューブが自由、そしてまたっていうのと学校っていうのが出たんですね。で今ちょっと話しかけてるんですけども、学校っていう言葉が出たんですけど、お子様いらっしゃいますでしょうか。私はあーちゃんと言います。誰かいらっしゃいますか。自由また学校と出たんですけども、電車が好きなんですかね。ずっと電車のとこにいたいとか、学校休んできてるとか、学校の行事できたとか、誰かいてますでしょうか。ゴーストチューブといって、これを使って私と会話ができるんですけども、何かお話しすることがあればこちらの方に問いかけてくれたら聞こえるんで、話しかけてみてください。もしもし、こんばんは。誰かいらっしゃいますか。こんばんは。誰かいますか。話しかけられるのは怖いんですけど、話しかけてください。誰かいますか。もう反応なくなりましたね。いつもね、カメラが回ってない時に話しかけてくれるんですけど、カメラが回ると何も言ってくれないですね。ジバ、この辺誰かいますか。どこは、ここいるのかな。はい、お疲れ様。嘘、びっくりした。もうやめてくださいもう。多分ね、この電柱自体がこれかな、なんじゃないかなと。ジバを感じる何かが中に入ってるのかもね、かもしれないですね。うんうん、ママシャザホンマにここにいるのかもしれないですけど、うん、なんとも言えないですけど。お疲れ様でした。お疲れ様でした。フレーム、フレームなの。クレームじゃなくて、クレームじゃなくてフレームフレームフレーム、あ、フレームやったんや。あ、なるほど。フレーム、フレームわからないフレームだそうです。フレームとは、まあ、でもここはね、多少なりとも反応があったんで、うんうん、ちょっとしたトラブルもありつつ、次こそ私2回やって、2回やったことにしてください。でも一人検証2回したっていうこと。今日なんかトラブル続きで、ね、そう、トラブル続き。ここに来る前にね、いろいろありましたもんね。ここへ来る前にたどり着くのに、本来がね1時間ぐらいで来れる予定が、ここ来るまで2時間かかってるんでね、いろんなナビが変なとこ誘導したりする。そうなんですよ、ナビがね。ここ近くには来るんやけど、もうぐるぐる回らされて入れなくて、なんか来さしたくない、何かがあったかもわかんないです。もしかしたらね。そうですね。じゃあ次こそ、視聴者さんによる
お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。もうそっちへも置いときますので皆さん頑張ってください。頑張ってください。それでは皆さんの一人現象よろしくお願いします。今でも恨んでいます。社長、一人検証よろしくお願いします。わかんないですけど、母親、新幹線の中も苦しんでいます。最後までご視聴いただきありがとうございます。いかがだったでしょうか。もし面白いと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとグッドボタンやコメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。